はい、どうも、アークです。今回もね、フリーフォール、そのまま続けて、やってます。はい。装備はね、どうしようかな。前回と同じにしようかな。前回と同じにします。はい。じゃあ、よろしくお願いします。今回は勝てるんでしょうか。勝てると嬉しい。おお、ラッキーですね。ちょうど後ろ向いて。もうナイス。いいですね。2キル連続で。おお、このまま30キルできちゃえばね。まあできるわけないですけど。敵が、まあどこにいるか。もういた。あ、やばい。おお、いけた、いけた。あ、やばい。くそ。UAV 出してたら、やられた。確かハンドガンに、変えると速くなるような気がしたような気がします。正直あんま UAV 出しても、こっちか。 OK、 こっちもいけるかな。いたいた。あ、死なない。くそ。あー、無理だ。実況の音声についてですけど、同じソフトで録画と録音をしてるわけじゃないので、多少ずれることもありますね。まあそこはご了承ください。前回の動画、前回じゃない、前の、ドミネーションの動画はちょっとずれがひどかったですね、特に。最初なんかマックの画面から始まっちゃって、それちょっと気をつけないでそのまんま保存しちゃったので、あんなにずれてしまいました。ちょっとそこは申し訳なかったです。まあ言ってる間に2キル差ですね。でも2キル差ちょっと危ないかな。おっとおっとおっと、危ない。敵がね、レベル低いおかげで。まあ、今回ね、全体的に敵っていうか、この部屋のね、やってる人のレベルが低いので、まあ、実況するなら今だなと思って、前回のやつから、実況始めてます。はい。1位取れるように。できるだけね、いい成績残したやつを、あお、今死にましたね。まあね、これ偽ですけどね。まあ、シットリッパーいいですよ。使えます。まあ、特にね、パーティー組んでる時なんかね、シットリッパーの人が一人二人いれば、こういうのすぐ見抜けるんでね。あ、さっきまで何の話してたの？あ、まあ、いい結果、出せる。まあまあ、今がチャンスなので。チャンスっつっても今負けてますけど。まあ、勝てるよね。ああ、なんだこれ。おお。あ、これですよ。こういう時間が。ああ。でも UAV 出さなきゃ倒せましたね。この傷を一キル出す。やっぱ L118A も慣れれば割と使いやすい武器ですね、これ。スナイパー始めた頃に、これを使ってみたんですけど、なんですかね。あれ。なんか全然、なんていうんですか、当たっても死なないなっていう印象が、まずこの武器の第一印象だったので、使ってなかったんです。MSR 出るまではずっとパレットで、後ろから。ひどいですね、あれ。まあ、ずっとバレット使ってたんで、
ええ。まあ今 LHH は強いに慣れた感じですね。OK。さか、まあ L118A にスピードつけてるんですけど、結構速いですね動きは。今ちょっとね無人偵察機にマークされちゃったんで、ちょっとやばいですね。やばいけどなんとなくキルできてます。はい、いいですね。このままどんどん、ああでも UAV Recon standing by。 UAV online。 サブはね、スティンガーにしてますね。まああんまり使わないと思うんですけど、とりあえずサブ武器はあんま頼らないようにしてるので、これは絶対真ん中とかですね。でも1位の人じゃなかったようですね、出したの。そこはラッキーです。こっちかな。あ、いた。はい。UAV うわ、マジか。ちょっと UAV のミスが、タイミングミスがちょっと痛いですね。よし。あ、だ、この前ですね、フレンドの方にちょっとスナイパー教えてくださいって、まあ、来て、まあ、引き受けてちょっと、まあ、一緒にプライベートマッチで、まあ、スカイプしながらやってたんですけど、ちょっと自分の教え方が下手で、全然、なんか役に立つようなことを、教えなかったので、ちょっとこの場で謝っておきます。すいませんでした。しかも、回線も不安定だったので、何度も落ちたり、はい、一緒にパーティー組めなかったりとかで、全然教えなかったので、申し訳ないなと思います。音っていける。ああ、惜しいところでね、死んじゃうんですよね、いつも。まあもうすぐ終わるでしょう。多分もうすぐ終わる。今回も勝てそうですね。敵のレベルが低いおかげで。あ、ダメだ。よし、ラスキルはもらいたいと思います。OK。ダメだ。ダメだ。あ、やばいこれ。あ、やばいやばいやばい。やばい。やばいよこれ。この巻き添えがラスキルとか、ちょっと残念なやつは嫌ですね。スナイパーで倒したとこ、まあでも敵が大丈夫かな、いけるかな。やばいやばい、もう並んだ。やばい、オッケー、よし。まあということでギリギリですね。危なかったです。よし、これはあれモンタージュに持っていきますか。まあ、ということで今回の実況は終わりたいと思います。評価、コメントよろしくお願いします。はい。さよなら。